会がないかもっていうか全然ない。お祭り用に1500円もらったって言ってなかった？使ったかも。漫画とか漫画とか買っちゃった。浴衣の着付けは信枝お姉ちゃんがやってくれるんだって。信枝お姉さま、すごっ。あ、どうしたの？浴衣がないかもしれませんわ。花ちゃん浴衣持ってないの？今まで一度も着たことありませんし、うちでも見たことないので。花ちゃんなんか外国の人みたい。まつりちゃん、それわざと言ってません？え？よし。あ、みーちゃん、テストあと1分で終わりだけどいいの？なーに、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 テストって。だから私の笛勝手に使うの。ったく、いつの間に。